こんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日はですね多くの学生さんが気にしている就職に大学の成績 GPA は影響があるのかということについてお話をさせていただきます今日のですね動画のポイントは 学校の成績はどのくらい就職に影響するのかということをお伝えするんですけど一つはですね実際の企業アンケートでどのくらい成績を見ているかっていう実際の数字をお見せしますそして重視している企業はどんな企業なのかっていうのもデータ的に出ていいんですねこれを二つ目そして三つ目がですね成績を重視してない企業はなぜ重視してないのかという理由そして最後に一番重視している能力は何か、まあ、成績を重視してないなら本当は何を見てるんですか まあこれを理解することによってですね皆さんが成績についてですねどうなのかっていう本当のことを理解してほしいということで今日はこの動画を上げさせていただいてますそれでは最初のここにあります。ようにですね 2019年4月、まあ、2年ほど前のですねリクルートワークス研究所の調査によるとですね3263社の調査ですからだいぶ多くの会社に調査をいただいててだいたい上場している企業はだいぶ調査にご協力いただいたみたいなんですけどもこの調査によると大学ののの成績を重視すするとといいうふううふに答えた企業はというのが実際のデータですこれを見ていただくと分かるように多くの企業は大学の成績を重視はしていないというのが 事実です安心してる学生さん多いと思うんだけどこれが実態ですじゃあ続いてですねなんで日本の企業が成績を重視しないのかっていう理由が大きく二つあるんですね一つは日本的雇用慣行これはどういうことかっていうとですね日本の雇用慣行っていうのはですね新卒の人を大量に採用するっていう文化の中で新卒で取る場合にですねいわゆる総合職で取ろうとしてるんですね いわゆるジョブ型何かの専門家で人を取るっていうことになっていないそうすると総合職で取るんだから基本的にはいろんな仕事についてもらうんだから最初に企業に入れてそして研修をしてから少しずついわゆるその分野の中で役立つようにしていく。だかからら企業に入ってから 要するに教育をするんだっていう概念があるこれが一つの概念ねそしてもう一つは OJT オンザジョブトレーニングって言って実際の現場で仕事を覚えてもらいますということを重視しているというのが日本の今までの慣行なんですねこの二つの理由によってまあ大学の成績は関係ないむしろ ポテンシャルの能力本人がそもそも持っている能力を見ているというのが日本の従来の傾向少しずつこの傾向が変わってきていていわゆるジョブ型の採用みたいに最初から例えば IT の分野の専門家とかそういう部分についてはむしろそのことが本当にできるかできないのか、まあ、成績言っていより本当にその能力を持ってるか持ってないってことが問われているっていうのが、まあ、現在の日本企業は成績を重視してない理由なんです。じゃあ続いてね 日本企業が成績を重視していないところの中でもう一つあるのはですね大学の成績が 学生の能力を合わせていくことに対してれ何かっていうとですね例えば日本の大学って経済学部だとするとどうだな僕らんか早稲田とか、まあ、いるとですね800人とかいるわけだよね800人いて同じ一つの成績要するに授業を取ってても A 先生 B 先生 C 先生っていうのがですね同じ内容の講義をしてるんだよねそうした時にその先生が違う評価した時にそれが妥当と言えるのかってことだ。 一人の先生が全部の学生を見てるんだったらその先生の中では相対的に点がつくんだけど全然違う先生が同じものを教えた時に本当にそれが正しいかどうかに対して的だって言うんですすねねかりますよ、ね、皆さんだって大学入試の一般共通試験ってやるのはなぜかっていうと1つののの同じテストの中の成績だか,らなんだ,よだから中学校とかの内心がね なんか学校によって語がいっぱいついてるけど本当にその語が賢いかどうか怪しいって言われるのと同じ理由にあるだから大学への成績に対して企業側はですね懐疑的だっていうのがまあ大きな理由になってるんですね。そううするると成績を重視ししてい企業はどこなんでしょうか これは統計データにもあるように上場している企業いわゆる大きな会社の方が中堅企業に比べると成績を重視する傾向にあるというのが実際のワークス研究所のデータにも出てきていますそしてもう一つ成績を重視する企業の傾向は、まあ、リクルートワークスのですね あ統計データによると情報通信業と機械器具製造業いわゆる機械を作っているメーカーが要するに成績を重視すするる傾向にあるといいうのがデータで出てきてきますそれに対してですねいわゆる流通サービス系のところはあまり成績を重視してないっていうデータも出てきているっていうのが、まあ、成績を重視してる企業してない企業っていうのが実際にあるってことなんだね。そして 成績を重視する企業はですね。皆さんが受ける中で分かっておいてほしいのはこの4つあります。1つは人気業界人気業界はですね。要するにハードルが高いわけだよね。だからまあ、どちらかというと人気のない業界は成績を見て、ふるい分けをしてまで候補者を減らしたくないから、人気のある業界はいろんな手を使って振る。い分けをしようとするから、人気のある業界は成績を重視する傾向が強い。そして2つ目は様々な職種を経験させるから真面目なんじゃないか。な っていう,ような要素要するに真面目なタイプがうちの会社はいいんだっていうところは成績を重視する傾向があるそして3つ目はですね堅実な企業わかるよね堅実きちっとした会社だからザ日本企業伝統的企業の方が成績を重視する傾向があるそして理科系は成績を重視する傾向が文化系に比べるとはるかに強い だから理系の方が成績を見てるケースのが圧倒的に多いっていうのがデータにも出てきてるっていうことなんだねじゃあそうすると最後にじゃあ日本の企業は成績を見てなかったら何を見てるんでしょうか、まあ、これは皆さんがこれから ES 面接を出す時にも、ね、一番重視されてるようです,うですけど成果を上げる行動特性が備わってるかってことを見てるんだねだってその人を採用した時に成果を上げてくれる成果を上げてくれる人をね採用したいんだからで成果を上げる行動特性の中に大きく分けると3つあってもちろん 実実績成果を上げるる力があるかそしてもう一つは成果を上げるための考える力要するに論理的に思考を使って頭を使って考える論理思考。 が2つ目そして3つ目は日本の場合はねチームで共同で仕事をする機会が多いからチームで仕事をする能力この3つの能力を面接 E.S. を通してあなたたちがどれほど持ってるのかを確認するこれが日本の企業の採用です見ていただいたように成績ってどうなんだろう僕成績悪いんだろうって気になってる人はですねそんなにいろんな企業は成績を重視してないっていうのが実態ですから是非皆さんは企業が何を見てるかっていうポイントに的を絞ってですね頑張っていただければと思います 今日見ていただいて参考になった人は高評価そしてですねあのチャンネル登録もよろしくお願いします。